ツボルグの瓶とロゴが入ったグラスツボルグとはデンマークの酒造会社の名称。また、そこで醸造されるビールの銘柄である。北大子ロサン人はニューヨークで飲んだ街頭ビールをチュボルクと記している。1873年、実業家フィリップ・ヘーマン、投資家カール・フレデリック・ティットゲン、政治家グスタフ・ブロック、商人ルドルフ・プワードによって、 ゲントフテヘレルプニトゥーボーグスファブリックカーとして設立される。当初はデンマークの市場を向けにペールラガースタイルのビールを醸造していた。1903年にカールスバーグと提携し、1970年にはカールスバーグの子会社となった。現在は出荷先の市場に合わせた様々なラガービールと季節物の,のシーズンビールを醸造している。インドにおいては 2009年よりツボルグの販売を開始。2012年度のインド国内ビール総売上げのシェア4.5%を獲得し2億7500万ケースを販売した。インド国内のビール売上げとしては第4位となり、輸入ビールがベスト5に入った初の事例となった。カールスバーグベトナムを通じ2015年からツボルグのマーケティングをベトナム国内で行い、 2016年4月より、ベトナム市場にツボルグの販売を開始した。下川雄二は2018年に、ネパールのカトマンズからポカラへ移動した際にツボルグの看板を多数見かけている。ただし、店舗での提供はないことも多かったとのこと。ツボルググリーンアルコールド4.6%、ピルスナー。ツボルグゴールドアルコールド5.8%、ピルスナー。 ツボルグレッドツボルグクラシックアルコール度数4.6%クラシックゴールデンアルコール度数4.6%ファインフェスティバルアルコール度数7.5%トゥーボーグパスカブリーグ度数5.7%イースタービールトゥーボーグジュラブリーグ度数5.6%クリスマスビールツボルグスーパーライトアルコール度数0.1%ビールテイスト飲料 ありがとうございます。